戦車とかのキャタピラの一種だと思っていただいてるんですけども、はいはい、その断面がまん丸になってました、まあ、円形ですね、はい、でそれに回転軸をつけることで横方向への移動を可能にしたものですね。あれは何十年間もちろん細かい人だけなんで小石が頑張ってもらったりとか今は細かい人パイプの内側とか外側のように、まあ、ちょっとこう曲率を持ったといいますか、うん、まん丸い円弧状の地形に対して、円弧のですね半径のサイズが変わったとしてもうまくフィットして、はい、進行できるそういう特徴を持ってます。